サバさん役の近藤直樹です。撮影は、まあ、今回私参加したのは2日間とかだったっけな。ですね。そうですね、ライブ会場とか。もう両方結構バタバタですよね、監督。特にライブ会場はやばかったですね。そう、ライブ会場すごい時間ない、なんかバタバタってあって、しかもあのライブ会場なんだけど劇場使ってやって、そうだから私もそれはこう大丈夫かなって正直ちょっと思ってたんだけど、違う、ライブなのにお客さんもあんまいないしみたいな、ね、エキストラもなくやったんで、エキストラそうそうそういないしみたいな感じだったけど、まあちょっと今仕上がりを見てあ、ライブっぽくなってるっていうのがギリそうそうそう、まあ本当はもっと入れてもいいかなっていう気はしてるけど、そこはちょっとまあね、まあでもなんかそうそう、こうちょっとあのいい感じになってったかなって思います。まあカフェのシーンも、まあ、いつものカフェを使ってですけど、うん、ちょうど今回の撮影日は平日だったせいかすごい邪魔が多かったんですよね。雑音が入ったりとか子供の泣き声があったりとか、まあ、それもまた大変だったんですけど、まあ、そういうの含め楽しかったです。はい、まあ、作品はそうですね、今回はあのサワラメちゃんの恋のお話ということで、まああんまり応援したくない恋ですけどもライバルなんで、ライバルですからね。まあでもなんかあの可愛く仕上がってていいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました、はい、ぐらいですかね。はい、これぐらいで、はい、ありがとうございます。